スノーマン佐久間大介、明石家さんまから悩み相談、ごまかせる、ポーズとは？モデルプレスイコール2024年1月22日。スノーマンの佐久間大介が23日放送の日本テレビ系、踊る。さんま御殿、夜8時に出演。MC の明石家さんまから悩み相談を受ける。佐久間大介、人気漫画家集結で興奮。今回は、国民的漫画家&漫画で人生を学んだ有名人。筋肉マンの島田隆、賭博黙示録開示の福本信之、宇宙兄弟の小山宙やらずらりと並んだ人気漫画家たちに、漫画好き有名人たちは一様に尊敬の眼差し。その様子にさんまが、たまらないのか、わら、と声をかけると、佐久間は、レジェンド中のレジェンド、と興奮を隠せない。オープニングのトークでは、さんまから早々にいじられた剛力彩芽が一瞬唖然。しかし、即座に切り返した剛力の言葉にスタジオ中が爆笑となる。また、レジェンド級の漫画家である福本に対してさんまが容赦なくツッコミを飛ばす場面では、中西茂樹、那須中西の福本の漫画でおなじみのザワ。ザワという言葉を使ったうまい例えで大いに盛り上がる。